あ、そうなんやね。あ、で、そうそう。なんか。あれするけん。晴れた時、深い日がくさ、あの深い日が、お山がくさ。うん。あれだ。お山が、じいさんの方には。完全に、今回はやっぱりちょっと欠落してるっていうかな。ここみたいな感じだよね。どうぞ。さあ、あんたがそげんて。写真撮りたいけど、こんな格好してる。あれ、ロックオーケーも。いいのかないの。どれ見てもあんた、おかしかもん。大体おかしかって。うわー、すごい。これもキリコ。高いよ。いや、これ1個何万円とか何千円とかだろ。うわー、綺麗やね、やっぱり、でも。綺麗っちゃ。綺麗。こう前出してんな、まだ使うたことんない。奥のやつは、うん、そうめんろも食べるとき、あーいいね、涼しくなるね。これはちょっとおばあちゃんがもうよかもんな、そんでくさ使わんで取ってねえ、あれだ、使う時のないった、もったいないけどとか言って、お客さんが来た時使うとか言ってる。お客さんが来た時、あんたこんなとき出してかけたらもうホヤって書いてあるね、うん、ホヤジャパン。ホヤは有名よ、有名よ。ガラスのメーカー。ガラスメーカー。友達 の、 そうあの結婚式してもらったやつ。これ名前じゃどうけ持って帰って。あ、じゃあこれ持って帰る。お母さんがいらんだろ。それ5セット。それ小さいけあれね、中国茶器にいいよね。うん、これ持って帰ろう。はね、いっぱい入るのはもう。うん、あんた一応持って帰ったってつまらんとかやさ、うん、持って帰り、5つ持って帰り、5つもでも俺持って帰んやん、あんまりで1回も使うてらんと。あ、大きいね、うん、それ茶碗蒸しぐらいしてよかぐらい。ほんとや、茶碗蒸しね、できるくらいの大きさ、うん、茶碗蒸しこれもいいやん、うん、あ、蓋あるのいいな、蓋があるよ、蓋があるのいいわ、ちゃんと蓋がある、うん、サラダ、ほら近所の人がくさピンク、うん、なんかいい、これ5つあるよ。いや、やばい、2つ。何入れるんやろうね。デザートかな、うん、デザート。プリンとか。うん、これもどっかからもろうとあげなきゃ、スカンに言うて、うち。デザインの人。1箱なりやか。どっかどっか。使わんって。うん、これは、かよこちゃんの結婚式の引きでも。5つ。一応使うたことない。使うものいっぱいあるけんくさ。そっか。いっぱいあるけん、あんた。これが一番すごいね。これがすごいわ。うん、かよこちゃんにいくらか聞こう。作るしはあろうとなに、かよこさんに相談して。聞いてみよう。欲しい。いや、向こう。あんたが向こうで。あんまりいらんやな。まあ、口に合わんやろ。口合わん。あそこになんか味噌やらなんやらまだ入っとう。でもこれは合うやろ。知らん。あ、食べてない。食べて。もう熱くなってないけど。これがいいんじゃない、この真ん中ちょっと。紙箱も違うもんだよ。カラスね、うん、あ、その明太子が焼いたみたいや。そう、ね、ボラの卵巣、ボラの卵巣やけ、うんうん、似たようなもんで、日本酒と一緒にね飲んだら、お酒が進むよね。油入れんかったらよかったね。これぼーっても思い上がったのは。まあ最初ね。はい、どうぞ。どう？あんた何食べようとする？腹とここにあるなんか。お菓子よりこっちの方がいいね。そう。いや、だって高いもんないじゃん。これあんまり辛もないばい。そう。塩辛くもない、塩もない。塩気もあんまない、うん。ちょっと塩かけてもいいか。明太子はまた唐辛子の辛さだもんね、うん。あんたそれ食べようなら、あれ、なんか言葉がすぐ出てこんという名前が。あれあれ。白菜のあれ
唐揚げこれ。あらよ、後から考えたらやっぱり家柄が向かん。やっぱ大層。社長。生魚が昔ね、いろいろだった。私がその魚使いやったけあ、そうなんや。うん、一応したことないもん、そんなこと。